平野紫耀、神宮寺ゆ太とのナイトプールショットにファン歓喜。背中姿も最高デートシーンのぞき見してる気分。日本のエンターテイメントシーンをけん引する俳優、平野紫耀が、親友である神宮寺ゆ太とのシンガポールでの夜を公開し、ファンたちを歓喜の渦に巻き込みました。彼らのナイトプールでのショットは、洗練された雰囲気と親密な雰囲気で、 ファンを虜にしました。この記事では、平野耀と神宮寺勇太のシンガポールでの冒険に焦点を当て、ファンたちの反応や SNS 上の盛り上がりに迫ります。1、シンガポールの夜に浸る平野耀と神宮寺勇太。平野耀が自身のインスタグラムでシンガポールでの冒険を公開した日、ファンたちは期待と興奮に包まれました。 彼の投稿には、神宮寺雄太とのナイトプールショットが満載されており、二人の親密な姿が映し出されました。投稿には、シンガポールまたお邪魔します夜のプールは寒い当たり前、というコメントが添えられており、彼らの冒険の一端を垣間見ることができます。二、ファンからの歓喜の声。この投稿に対するファンたちの反応は熱狂的でした。 特に、平野紫耀と神宮寺勇太の背中姿が映し出されたショットに対して、背中姿も最高。デートシーンのぞき見してる気分。たくさんのオフショありがとうございます。夜景が綺麗なナイトプール最高にいいなぁ、といったコメントが殺到しました。 ファンたちのリアクションからは、二人の信仰が彼らの心を打つものであり、シンガポールの夜が彼らの心を掴んで話さないことが伺えます。3. 平野市洋と神宮寺由太たの友情の進化。このシンガポールでの冒険が、平野市洋と神宮寺由太たの友情をより進化させたことは明らかです。投稿からは、 二人がリラックスした雰囲気で過ごしている様子がうかがえ、親密な友情がナイトプールの中で輝いていると言えるでしょう。ファンたちは彼らの友情に感動し、共に過ごすひとときがどれほど貴重で幸福なものであるかを共有しました。4. ファンとのつながりの強化。平野仕様は SNS を通じてファンとのつながりを強化しています。 シンガポールでの冒険の写真やコメントを通じて、彼はファンたちに自身のプライベートな一面を見せ、感謝の気持ちを表明しています。ファンたちはこれに応え、コメントやいいね、を通じて彼にエールを送りました。これにより、俳優とファンとの絆が一層深まり、ファンコミュニティがさらなる盛り上がりを見せています。5。芸能界の友情の重要性。 平野市洋と神宮寺勇太の友情が注目される一因は、彼らが芸能界で成功を収めている点にあります。芸能界は競争が激しく、個々の成功が重要視される中で、真摯な友情は希少なものとなります。二人の関係は、互いをサポートし合い、共に成長していることを物語っています。 このような友情の存在はファンたちにとっても感動的であり芸能人たちの人間関係に対する新たな視点を提供しています。6. 親しみやすい芸能人像の構築平野紫耀は自身の SNS を通じて親しみやすい一面を披露しています。シンガポールでの冒険の投稿は 彼が普段の生活をファンたちと共有し、ファンとのコミュニケーションを大切にしていることを示しています。このような姿勢は、彼が成功を収める一因ともいえ、彼のファンベースを拡大させています。平野耀と神宮寺雄太がシンガポールで繰り広げたナイトプールデートは、ファンたちにとって特別な瞬間となりました。 彼らの友情や親しみやすい芸能人像は芸能界の新たな一面を示し、ファンコミュニティを結束させる要因となっています。SNS を通じて公開された彼らの冒険は単なるエンターテイメント以上のものであり、俳優とファンとの絆を一層強化しています。 これからも、平野の仕がファンたちとのつながりを大切にし、新たな魅力を披露していくことが期待されます。